こんにちは。今回はセザンヌの1月発売の新作を中心にキャンメイクのムチプルティントについてもレビューしました。早速セザンヌの新作からです。リップカラーシールドから新色が2色発売になりました。リップカラーシールドは塗りたての美発色とツヤが続くジェルマクリップで、個人的には2023年下半期のマイベストコスメに選んだくらい大好きなリップです。肌なじみのいい発色で、色持ちはリップモンスターほどではないけど、ツヤリップの中では色持ちがいいアイテムです。これまで発売になっている01から05のカラーについては全色レビューをしていますので、よかったら前の動画をご覧ください。06ロゼベージュ、公式の説明ではローズティーにミルクを数滴垂らしたようなまろやかなピンクベージュです。確かに白みのあるヌードベージュです。一度塗りだと少し物足りない色づきでしたが、ぐりぐり3回塗りだとしっかりと白みがあるんだけど血色感も損なわない可愛いカラーに感じました。今回唇の上の方にニキビができてしまって、唇が少し腫れています。お見苦しいかと思いますがご了承ください。あと肌なじみのいいカラーなので、元々の唇の色によって発色が変わると思います。私のすっぴんの唇はこんなカラーですので、ご参考にしてください。07スイートローズです。公式の説明ではほんのり青みを感じるイノセントな透明感ピンクローズです。個人的にはそこまで青み寄りという感じはしないですね。シアーというよりもまろやかな、こちらも少し白みを感じるピンクかなと思います。私は明るいピンクがそんなに得意ではないんですが、07はローズ感があるからなのかな。個人的には苦手意識が特になくて、春に使いたくなるような可愛いカラーに感じました。これまでのリップカラーシールド01から05がリップモンスターを想像させるような透明度が高いシアーな発色だったんですけど、06、07はちょっと白みのあるミルキーな発色になっている感じがしました。発色自体はこれまで通り肌なじみのいい、顔から浮きにくいカラーになっていると思います。で、06、07は白みがあることで唇に色ムラがある方でも多少カバーされるようになったのかなっていう気はしました。手持ちのリップで似た色を探してみたんですけど、リップモンスターとはやっぱり似てなくって、06はキスのリップアローの01タマユラベージュと似た印象を持ちました。比較してみるとタマユラベージュの方が白っぽくてマット寄りかなと思うので、そこまで正直似てはいなかったんです。で、個人的には06は白みのあるベージュリップの系統だなっていう印象で、多分それでタマユラベージュが頭によぎったっていう感じかなと思います。で、07は06ほど白みはないんだけど、シアーさをそんなに感じなくって、ビセの粘膜フェイクルージュの PK850 のウサギの恋人と似ているかなと思いました。腕のスウォッチだとそこまで似てないけど、唇の上では結構似ているなって思いました。個人的にはリップカラーシールドは肌なじみのいいカラーで、発色も穏やかで鏡がなくても塗り直ししやすいので、すごく重宝しています。そんなリップカラーシールドから透け感がありすぎないこっくりとしたカラーが出てくれたのはすごく嬉しいです。今後もリップカラーシールドからどんどん新色が出てくれたら嬉しいなって思っています。次、セザンヌの新作のスフレアリップが2色発売になります。商品説明によると、スフレのようなふんわり唇にクリーミーな塗り心地のレア質感リップということです。01カシミアレッドは公式の説明では温かく柔らかな印象の血色感ベージュということです。個人的にはベージュ感はそんなに感じなくって、軽やかで肌なじみのいいオレンジリップっていう印象を持ちました。質感がスフレというのかな、ほわほわっと柔らかい印象なので、唇の輪郭をぼかすような曖昧な塗り方がいいかなと思って、リップの輪郭をブラシでぼかすとこんな感じになりました。02フレンチローズは公式の説明では肌色を明るく見せるローズピンクということです。私の唇だとピンクでも青みに寄っていない感じで落ち着いたピンクかなと思いました。輪郭をぼかすとこんな感じです。
公式の説明ではほのかにツヤのある柔らかなマットと表現されていました。塗ってみた印象としてはそこそこツヤを感じていて、マットというほどではないのかなという気がしました。リップスティックとしてはとろけるような柔らかさはないんだけど、軽いつけ心地で塗り心地もいいですし、唇をまんまってすり合わせた時もとてもスムーズで引っかかりがなくて、660円とは思えないリップでした。私的に感動したのは、これまでのセザンヌのリップのパッケージに比べてめちゃめちゃ可愛いと思いました。セザンヌもキャンメイクも大好きなんですけど、パッケージだけは韓国コスメみたいにもっと可愛いと心躍るのになって思ってきたんです。で、このリップのパッケージはとっても可愛いと思っていて、塗り直し用に持ち歩きたいなって気がしました。こんなパッケージのアイテムが増えたらいいなって思います。次、キャンメイクのムチプルティントです。ムチプルティントは昨年から発売されているシリーズで、12月に出た新色の04を購入してみました。でムチプルティントは一度繰り出すと戻らないタイプです。メンソールっぽいスースー感があってプランパー効果があるアイテムです。04チョコミルクは公式の説明だと抜け感を演出する大人ブラウンということです。個人的には抜け感というより結構しっかりした発色だと思いました。ツヤ感もガラス玉が輝いているようなかなり強いツヤ感だなって思いました。ベタ塗りにすると唇分厚めな私としては、発色の良さとチュルンとした質感で唇がすごく強調された感じがしました。ナチュラルメイクが好きなアラフォーの自分としては、唇だけ顔から浮く感じがしたので、個人的にはベタ塗りの後唇の輪郭を少しぼかすくらいの方が使いやすいなって思いました。でも反対に唇が薄めの方でリップを目立たせたい、リップが主役のメイクをしたいっていう方にはいいのかなって思います。でティント効果なんですけど、腕に塗って1分後に拭き取ってみました。1回ティッシュオフしたらこんな感じで、3回ティッシュオフしたらこんな感じ、ティッシュで取れるだけ取ったらこんな感じでした。でそこまでティント効果は強めではないかなと思います。でここまでツヤツヤチュルンとしてくれる770円のリップはかなりレアだと思うので、こういう質感が好きでメンソールのスースー感がお好きな方にはいいのかなと思います。で今回レビューしているカラーを並べるとこんな感じです。発色は元の唇の色も関係しますので、すっぴんの唇も貼り付けておきます。ご参考になさってください。次に落ちにくさ検証をしていきます。発色がはっきりしたカラーの方が落ち方が見えやすいので、リップカラーシールドは07番を使っていきます。まず1回ティッシュオフをして、続けて2回ティッシュオフしました。こんな感じで2回目以降はあんまり落ちなかったです。飲み物を飲んだ時の色落ち具合を想定して、水で濡らしたコットンを20回パクパクしました。あんまり落ちなかったです。次に食事をした時を想定して、水を含ませたコットンにオリーブ油をつけて20回パクパクしてみました。そこそこ落ちました。最後に一度ティッシュオフしたらこんな感じです。リップカラーシールドの落ち具合をすっぴんと比べるとそこそこ色残りはしてるのかなと思います。スフレアリップは01番で検証しました。ティッシュオフすると結構落ちましたが、ティッシュオフした時の方がマット感が意外と可愛いなって思ってしまいました。あと2回ティッシュオフしたらかなり落ちました。水ではそんなに落ちない印象で、油ではそこそこ落ちました。公式の説明では色持ちがいいっていうような表現はありませんが、まあ普通のリップスティックの中では水に強いのかなっていう印象を持ちました。ムチプルティントはティントということで多少色残りする処方かなと思います。ツヤツヤのリップなのでティッシュで結構落ちると思いました。その後は水だとそんなに落ちなくて、油だと少し落ちました。唇全体のティント効果はそこまでなくて、唇の縦じわとか角質部分はちょっと着色している感じがありました。今回したことは簡易的な落ちにくさ検証なので、実際に飲食したりすると印象が違うかなとも思いますが、全体的にまあ結構落ちるかなとは思いますので、塗り直しする前提で考えた方がいいと思います。
次、セザンヌのアイライナーの新作、アイジェニックカラーライナーについてです。ニュアンスカラーのアイライナーが新作として2色発売になります。10番のノーブルグレージュは公式の説明では柔らかく透明感のある目元を演出する洗練グレージュだそうです。目元だと重ね塗りをしてしまったせいか透明感はそこまで感じなかったんですけど、一度塗りで終わらせればちゃんと透明感も楽しめると思います。グレーのアイライナーって意外と一つ一つ違いがあるので、手持ちのグレーのアイライナーと比較してみました。こう比較するとノーブルグレージュはちょっと黄土色寄りのグレージュなのかなと思いました。ブラックとかブラウンに飽きたけどちゃんと目元を引き締めたいっていう方にはとてもいいアイライナーかなと思います。20番ロージーブラウン、ほんのり血色感のあるビターなピンクブラウンです。個人的にはすごくこのカラーが可愛くて気に入りました。年齢を問わず使いやすいピンクブラウンで、個人的には紅茶でアイライナーを引いたような透明感を感じました。キャンメイクのクリーミータッチライナーの09番ダージリンピンクと似たカラーで、ダージリンピンクのリキッド版を欲しいっていう方にいいかなと思います。アイジェニックカラーライナーのパッケージをよく見てみると抜け感度の表示がありました。10は6段階中 1.2 で、20は6段階中3でした。確かに20の方が抜け感は感じやすいかなと思います。速乾性も高いし、こすっても全然落ちないし、筆も描きやすいし、これで891円かと思うと、セザンヌ怖って思いました。で、ちなみに優しめのクレンジングシートで拭き取ると、こんなに簡単に落ちました。以上、セザンヌの1月発売の新作を中心にレビューしました。私的にはリップカラーシールドの06が一番お気に入りでした。プチプラのリップには白みを感じるベージュリップってかなり少ないんですね。これ白みを感じるベージュリップってグラデリップにも使いやすかったりするので、単体で使わなくても結構使い道があるかなと思います。こういうカラーが660円でゲットできてよかったです。リップカラーシールド06以外もびっくりするぐらいのプチプラで、商品自体もいいので、お好みに合うものがあればお買い物の参考にしていただければと思います。このチャンネルではこんな感じで購入品のレビューや私なりのメイクのコツなどをお伝えしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただければ嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。いつもありがとうございます。ではではまた、バイバイ。